日本の運転免許特定大型車特定大型車の例特定大型車の例特定大型車の例特定大型車とは日本における自動車の区分の一つである大型自動車で運転免許証のみでなく一定の条件が必要であった車両の区分である特大車精霊大型車とも呼ばれる1962年7月1日から道路交通法の一部改正により施行 現在は、下記のようにこの区分は、道路交通法上は廃止されている。一定の条件とは、以下のものである。運転者が21歳以上であること。大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、または、大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上であること。条件を満たさないで、 特定大型車を運転すると、大型自動車等無資格運転となり、無免許運転に準ずる、厳しい処分を受ける。特定大型車とは、大型自動車の以下の位置に該当するものを言う。ただし、特例で、自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものについては適用除外となる。最大積載量 6500kg 以上。 車両総重量1万 1000kg 以上乗車定員30人以上砂砂利玉石採石土アスファルトコンクリートまたはレディミクスとコンクリートの運搬を業とする車火薬類を積載するもの緊急用務で運転している緊急自動車2007年6月2日より施行された中型自動車免許の新設及び大型自動車の区分変更により上記1 2に,に該当するものは、大型自動車の区分となった。また、大型免許を受験する条件も、21歳以上で、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型特殊自動車のいずれかの免許を受けた期間が、通算して3年以上であり、特定大型車と同じである。なお、2007年6月2日の、 道路交通法改正の施行前に大型免許を受けていた者は、改正後も引き続き蒸気の一定の条件を満たさない、限りは大型自動車や、あるいは大型自動車から中型自動車に区分外となった車両であって、蒸気のいずれかに該当するものを運転することはできない。ただし、施行より3年以上経過のため、経過規定の適用の余地は消滅している。 寝台型免許に該当する車両。端的に言えば、大型車の特性がそのまま当てはまる。特定大型車の持つ危険性は、特定大型車でない大型自動車以上に大きい。貨物自動車の場合、化石祭でなくても荷物運搬中は、制動距離が伸び、子供の飛び出しに一層対処しにくくなる。高速道路の料金区分における特大車は、 道路交通法における特定大型車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。次の車両が特大車となる。根拠規定は、道路交通法施行令の平成17年5月27日、政令第183号による、改正不足第6条年齢要件、通算年数とも3年経てば充足するため、基本的な料金車宿分表ドラプラ。 ありがとうございます。